2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち麦わらの一味、魚人島を経由しついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た。桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラファルガー・ローと再会する。麦わら屋、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカー、タシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行はローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すためスマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わら屋と俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いた藤虎はローの七部会の称号剥奪を宣言し攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方、ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。ぼちぼち時間だ。ルフィ、あれ。あ、なんだ。レベッカ、冷静になれ。誤った真似をするな。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、
やけになるな。すげえ、おもちゃが喋った。うっ、ややこれはご客人、お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。やややや、面白いですかな。いかがかな、いかがかな。おいおっさん、そんなことより工場についてなんか知らねえか。工場？いえ、全く存じ上げません。そうか、なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さねえといけねえのに。ちょっと待て、ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おいお前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、引っ捕らえる。厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒さねば先へ進めんだろうな。ザ・ショーマン。おい兵隊、さっき話してたやつ知り合いか。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。いくら倒してもキリがねえ。あ、お前ら仲間呼ぶのやめろ。次から次へと敵さんが来やがる。いいぜ、この俺が相手してやるよ。三刀流奥義。
確かに工場は存在する。だが、私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろうな。残酷な勝負、日常茶飯事、殺し合いが日常だと。ドレスローズ、まこと恐ろしい国でござるな。工場の場所を教えてもらおう。俺が知ってるのはコロシアムの近くにあるってことだけだ。三刀流奥義
柱。アロサロゲードか。サム、ラヒョウマン。そうだ。今回の大会の景品、なんとあのメラメラの実らしいぜ。サム、メラメラの実が。本当か。本物なのか、それ。どちらにせよ、コロシアムに向かおう。そこで真実が判明するだろう。ひでえ国だな、ドレスローザ。これも全部ミンゴと工場のせいか。昔は本当に幸せないい国だった。君はドフラミンゴに乗っ取られるまで。だがそんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。おい、工場がどこにあるのか教えろ。コロシアムの地下にあると、そう聞いたことがあるぜ。シッシッソン国上大竜巻。これで情報を集まった。諸君、コロシアムの地下へと向かうぞ。サム、シッシッソン国上サム。三刀流奥義、六道の辻。シッソンソン国上オートサム。にとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。変装ぐらいしろ。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。
いいじゃねえか。